おはようございます。役員会後のブリーフィングをさせていただきたいと思います。冒頭、谷垣総裁より茨城県議会議員選挙の勝利の御礼のご挨拶がございました。今後無所属の方が会派に加わるので前回とほぼ同じ人数になるのではないか、大変良かったと。民主党も前回と同じ議席だが、政権政党としては、拒否反応があったのではないか、政治と金、民主党内で混迷にあると、総理の仮免許発言に見られるように政権を担う能力がないと言わざるを得ない、各位地元でしっかりと訴えてほしい、こういうお話がございました。私からも同等の話をさせていただきましたとともに、奄美異常豪雨災害、M5 金全国から515万845円の善意が寄せられました。本日谷垣総裁が鹿児島県に入り、浅山剛奄美市長に目録を手渡させていただきます。大島副総裁からは脇を締めて頑張っていこう、佐藤国対委員長代理よりは特にございません、ラッキー参議院国対委員長よりも特にございません、中野曽根参議院議員会長より茨城県議会選挙の勝利について、民主党の支持率が下がっているので我々がさらにしっかりやっていかなければならない、こんなお話がございました。小坂参院幹事長より年末までに、情報発信世論喚起をしていきたい、こんなお話でございました。石破政調会長より年末までに、統一地方選挙なり総選挙の公約作業について、進めてまいると、広報部との連絡を取ってしっかりとしたものを作っていくというようなお話がございました。河村選対局長より、年度内に宮崎山梨、そして年明けには愛知、北九州地方選挙があるのでしっかり対応していきたい。三党党紀委員長より、党大会の表彰につきまして、と大村議員の除名についてのご報告がございました。なお私より、副審査申し立てが出ているというようなご報告も合わせてさせていただきます。私からは以上でございます。はい、ご質問ありましたらお受けいたします。昨日の民主党役員会の小沢さんの問題につきまして、はい、当初議決による政令市の議決による招致を目指すというふうに言われていましたが、結局のところ幹事長の一任ということになりまして、何かこうまた繰り出しに戻ったような印象を受けるんですが、これについての受け止めをお願いいたします。って感じですかね。いい加減にしてください。予算税制しっかりやっていただかないと国民の生活は一体どこに行ってしまうのかというような強い怒りを覚えました。役員会で民主党の森友好議員に対してなんか抗議するという話が出たということなんですけども、はい、この詳細についてと、あと本当に抗議をするのか否か、今広報本部の方で、ビデオを取り寄せまして、その内容を精査しておりますけれども、私その番組は見ておりませんが、かいつまんでお話をさせていただくと、予算委員会の理事会等々で、我が党が小沢一郎元代表の承認喚問を要求しているのは枕言葉であるようなニュアンスであったというようなご指摘があったので、もしそれが事実であるとするならば大変公党に対する侮辱でございますし、参議院の予算委員会の理事会でそのような発言はなされていないわけですから抗議をすることになると、まあ、こんなお話があったところで今広報本部で精査しているところであります。その他ございませんか。はい、どうぞ。はい、愛知の県知事についてなんですけれども、はい、不服申し立てがなされていることについて、はい、本会でかけられるかどうかということを言われてと、はい、あと県連が推薦している知事の高校を、はい、東京都としてはどういうふうに対応されるのかお伺いください。はい、まず前段の方から申しますと、規則にのっとってですね、不申し立てを処理していかなければなりません。これはこの取り扱いについて今日総裁にご自身をいただきましたので、総務会長と私でちょっとご相談をさせていただいて、この不服審査申し立てを処理させていただきたいと思っています。その処理が片付いた段階でですね、今、登壇のご質問でありました、
本部としての推薦について検討して結論を出したいと思っています。そろとなければよろしいですか。NHK の中止と、はい、昨日幹事長ぶら下がりでもおっしゃってましたけれども、今予算編成、またそういう予算編成の前段になるその税制改正の議論というものを詰めていかなければいけない状況ですが、その税制改正については昨日菅総理大臣が法人税率の 5% の引き下げを指示しました。これを実行するとですね、財源をどうするんだと、穴埋めをどうするんだという話になりまして、予算編成の前提となる税制改正大綱の取りまとめの決定自体も遅れていると、こういったことについてですね、会長ご自身どのようにお感じになっていらっしゃいますでしょうか。法人税 5% 減税しますと、まあ、ざっくり言って1兆5000億ぐらいだと思うんですね。それをその高額所得者の方への増税、あるいは相続税の増税、さらには法人税の中の繰越欠損金等々の増税等々で、賄うのか、それともその税制の抜本改革が行われるまでの間、赤字国債を出して、この財源を手当てするのか、さらには帳尻が合わなくなって、昨年と同じようにですね、公共事業にしわ寄せを寄せるのか、全くわからない。全くわからないということは、その哲学がない。哲学があればですね、その結論は見えるわけですね。去年の二の前、すなわち暫定税率の廃止をめぐって、あれ廃止だ廃止じゃない、つったもんだした挙句、当時は小沢さんの鶴の一声で暫定税率の廃止をこう取りやめる。それは一体何なのか、政権公約と全く違うことを決めたわけですね。ですから何をやりたいのか、何をしたいのか、何のために法人税を減税するのか、そこが全く見えてこない。これは国家にとって大きな悲劇だと思います。どうぞ。共同通信のニュースです。大村議員の関係なんですけど、はい、幹事長がご一任を受けたということなんですけれども、幹事長じゃなくてですね、正確に申しますと不服審査申し立てについて出されているのは総裁宛てでございますので、総裁に一任を取り付けたということでございます。総裁に、はい、総裁でございます。で、スケジュール感なんですけれども、はい、どんな感じ、年内とか。まずこれは総務会マターですので、この後私総務会長とお話をさせていただいて、総務会でどのような段取りでやるかをご相談させて、この後させていただこうと思ってます。ですから年内に、まだ日付がございますので、年内には方向は示していただくように総務会長にお願いしようと思ってます。総務会長のご日程がまだ分かりませんので、はい、年内に決着したいという、はい、そうですね。いつまでもああでもないこうでもないというような話ではございませんので、ルールにのっとって手続きにのっとって処理をさせていただきたいと考えております。はい、その他なければよろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。